色もいけるんだよね。鉛筆を選ぶよ。で、まあ、少しは太いのでやって。例えば、たった2枚でも、これ、なんか柔らかい感じを出すためにね、手がほら、ちょっとぐにゃんと見えるけど、こんなことして柔らかい感じを出したりしますよね。ほら、これはこんなんでしょ。こんなん手からこんな線にすると、ぐにゃぐにゃってこういう柔らかさが出たりします。ラフな線だけでになってしまいましたけれども、これを本当はだんだん洋服を着せたり、ちょっと複雑だからこのままやっちゃうとどうなるのかな。それでまだラフなまんま撮ってあります。波はね、単純に言えば、大きいうねりがね、この山をどっちに動かすかで描けると思うんで、しに行ったな、でもこっちの波がだんだん上がってくるな、でそんなことを考えながらガーッと持ってきて、高い山になったところで波頭が、崩れ始めてくれないかなと思ってこんな描くわけなんで、ザバーとこって砕けて散って、山は向こうに行って、また次の波が来るっていうふうに、そんなふうに書こうと思いました。速さももう少し速くしちゃうと何か波のザブンとした感じが出ないんで、あんまり速くしちゃうとチャパンチャパンってこうなっちゃうからね、そんなふうにして書きました。小ヤギらしくして、そしてできたら首輪を、赤い首輪をつけたいなと思うんだけど、
回首を入れるには3、はい、じゃあ入れます。うおー、入ったこれが入れたかったんです。こんなことしたかった。ああ。